皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー、今週もよろしくお願いします。 MC の涼次です。よろしくお願いします伸びましたね今ちょっとよろしくはい、ちょっと番組をね間違えましたあーなるほど、あそういうことですね。違う番組のテストいっちゃいました。ちょっとね、はい、あったかくというか暑いのでね、割とね、あの少し緩んできたのかななんてちょっと思いましたけどいつも頭の中緩いんですけどねシャキッとしていきましょう。はい、はい、シャキッとします。今日も結構シビアな話題です。はい、ここまで来たかって感じですけどね。今まで割といろんな闇をね、うん、こんな闇もありますって持ってきましたけど、今日のは深いですね、はい。現代ズメディアっていうのがあるらしいんですけどね、うん、はい、今年の4月28日割と最近、はいはい、制服を持ってこれないか、うん、性犯罪加害者に加担させられる妻の苦悩、うん、旦那さんのね、旦那さんが性犯罪で逮捕された妻の苦悩っていうの前やりましたけどもね、うん、加担させられる妻の苦悩です今度は。どういうこと？はい、まずお一人目、女性の裸を盗撮した20代高校教師の女性、うん、はい、夫は25歳年下だそうです旦那さんが、うん、はい、が女性宅に侵入し下着を盗むなどして住居侵入及び窃盗の罪で逮捕された、はい、でこの方の逮捕はこれで3度目であると、うんうん、で最初の事件の場合、被害者の女の子も SNS で知り合った子で、うん、悩みを聞いてあげていたんです、すごく頼られていて突き放すことができなかったみたいでとこの奥さんは言われていたそうです。はい、うん、この奥さんも SNS で知り合ったと、で、うん、結婚したと、はい、はい、で次2度目の逮捕、電車の中で女子高生のスカートの中をスマートフォンで盗撮した、うん、これについては頼られていて突き放すことができなかったとかいう言い訳もできなかった、うん、まあそうですよね、うん、はい、うん、で結婚すれば変わると思ったんです、うん、父親になればそんなバカなことはしないだろうって、でこの人は思っていた、で結婚してしまいましたと、はいはい、でも夫婦生活全くなかったんだそうですよ、うんうん、母親のような存在だからセックスはできないって言われた、うん、でもこの奥さんは子供欲しかったらしいんですけどね、うんうん、でそんな日常の会話の中でその学校の運動部の子は制服を学校に置きっぱなしにしてるなんていう話をしたら、うん、その制服を持ってこらないかと言われた、うん、でそれに対してまさか盗むなんてできないから、うん、ネットで買ったものを渡しました、はい、はい、うんうん、ここまででどうですか。はい、イネブラですよね。ん、イネブラ、奥さんもイネーブリングをしているようはイネーブラっていう方ですよね、うん、はい、イネーブラ、すみません、イネーブラってこういう、依存症を良かれと思ってサポートしていることが実は助長してしまうっていう、はい、前にも一度出ましたねイネーブラ、このできないからネットで買った物を渡したっていうのもイネーブリングじゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、はい、かといってなんか一方的にこう、ね、奥様の行動を責めるわけにもいかず、うん、という、うん、両親に自信がなくて、ごめんなさい先読んじゃった、うん、どうぞどうぞ、はい、両親に自信がなくて最初で最後の相手だと思っていたからこそ突き放すことができなくてっていう、うん、そういう心理をね、そうですね、垣間見れるので、うんうん、でそれ結局まあ、実刑判決をそのうち受けて刑務所に収容されることになり、ようやく離婚を決意したと、うんうん、まあ、離婚できたんですね、よかったですね、うん、まあ、この場合強制的に離婚成立させられますからね、うん、はい、この、うん、その制服を持ってこれないかって言われている段階で、うん、多分夫婦としてのパートナーシップってないですよね、ね、壊れてますよね、うんうん、
から本当に母親のような存在になってしまって、うん、パートナーではない、パートナーシップは組めてなかった、うん、もしかしたら最初からそうだったかもしれないですよね。あのですね、これ読み込んでいったら出てきたんですけど、相手が学生の時に付き合い始めたらしいんですよね、うん、はい、で彼女はもう就職していたので、割とだから交際費なんかも彼女が出してたんじゃないですかね、うん、はい、うん、あ、そうか、年下で、うん、そうそうそう、うん、それで母親のような存在に思って、うん、じゃあ結婚したのはなぜっていうところなんですけどね、うん、好きだっていう気持ちも強かったんでしょうね、うんうん、でこの彼のその生い立ちっていうのも気になる、うんうん、そうですね、母親を求めてしまうようなところが強い人生を今まで歩んできたのかなとか気になりますね、うんうん、まあ、よく母親のようなとか、AV でもうん、そういう母親とやってしまうとかいうのもいっぱいあるじゃないですか。あります。そういうのを見てて、まあ、この番組やるようになってからですけどね、その性犯罪であったりとかセクハラであったりとか、そういったものが承認欲求に裏付いている、うん、基づいているっていうようなのを嫌っていうほど見てきて、この母親ってっていう存在を考えた時に、男性にとって最初の承認をしてくれてるのって母親なんだろうなってちょっと最近思うんですよね、はい、うん、だからそっち側に何か帰っていってしまうっていうか、うんうん、そういう心理は何かあるのかななんていうのを最近なんとなく、まあこれ完全に主観ですけど、うんうん、思ってたりしますけどね、はい、うん、ちょっともうちょっと広く、ね、捉えると、うん、この男性にとってセックスのこう喜びって何、うん、って話をすることがあるんですけど、うん、男性のじゃあ心の喜びがあるとして、うん、男性の体の喜び、うん、女性の体の喜び、うん、心の喜び、これ女性の心、体、男性の体が満たされて初めて男性の心まで到達すると思うんです、うん、セックスにおいてはね、はいはい、だけど、うん、それを全部取っ払って承認してくれるのが母親っていう存在、うん、だからこそ貴重なんじゃないかなっていうのは、うん、個人的にはなんかそんなこと思うんですよね。まあそういう関係を夫婦関係に彼は求めたのかもしれないですよね、うん、はい、母親に認めて欲しかった人生観が彼の中にあったのかもしれないなって感じます、うんうん、はい、続いてもう一人、看護師として病院勤務をしていた30代の女性、うん、夫も30代、はいはい、夫は駅で女性のスカートの中を盗撮して2度逮捕されてます、うん、はい、夫は最初の逮捕で会社をクビになって収入がありません、はいはい、2度目実名報道をされて奥さんも職場に居づらくなり仕事を辞めました、うん、病院ですもんね、うん、はい、で、このお二人もインターネットで知り合い結婚した、うんうん、結婚して子供が生まれれば態度を改めると信じていた、うん、でこの方も言われてます。はい、何かを期待して多分大丈夫って何ですかね、うん、結婚していっちゃうんですね、うん、子供が生まれれば結婚すれば、はい、で、旦那さんの方は再就職も決まらずイライラすることが増え八つ当たりをするようになっていったと、はい、はい、でまあこっちがちょっとまとめに入るんですけど、その彼は更衣室で盗撮してくるように言われたことがありました。看護師さんの着替えを盗撮してこいと、うんうん、拒否をすると腹を立てて、うん、できないのなら風俗に行く金をよこせと要求するようになった、うんうん、
で、この奥さんは次第にうつ病になり、家から出ることができない状態になると離婚を切り出され、離婚に至った、はいはい、こっちは切り出されて、うん、よかったですよね、でもね、よかったですね、はい、うんうん、あのちょっと前、何回か前に痴漢脳の話しましたけど、うんうんうん、その前にあの正義マンっていうのもやりましたよね。ありましたね、はい、うん、で加害者の人と話をしても、その話が通じない、うん、理解してもらえないことに驚愕したっていうのがどっちでも出てきたと思うんですけど、同じ感じですよね、うんうん、なんていうのかな、こう更衣室で盗撮してこいと、それができないなら風俗に行く金をよこせと、うん、こう男性の性欲というものが社会的に認められているっていうバックボーンってありますよね、うんうんうん、だからその自分の欲求が満たされないことに対してこれだけあの理不尽に怒られ、ね、腹を立てることができるんだよなって、うんうんうん、多分おかしなことを言っているっていう感覚がないんでしょうね。ないでしょうね、はい、うんうん、どっちも自分はこういう人間だからしょうがないじゃん、しょうがないじゃんで、こう全てが完結するというか、うんうん、そう、自分がセックスをするのが当たり前だ、うんうん、性的に満たされて当然でしょ、当然だと、だって人間だもん、うん、男だもん、うんうんうん、それを満たしてくれて当たり前の人でしょあなたは、だから盗撮してきてよ、うん、できないなら風俗行ってくるから、うんうん、しかも金をよこせですからね、自分で働くよまあね、はい、これね、ここでまた男性がって言っちゃうと、いや男はみんなそんなんじゃないよって必ず言われるんですけど、はい、まあ、そんなことはもう重々承知してますけれどもね、はい、でまあ2人とも、まあ、先ほどの、高校教師、それとこの看護師さん、2人とも経済的には自立しているが、また出ましたね、自尊心が低く、うんうん、パートナーへの依存が強い、夫の性の性的対象にならないことを自分が悪いからだと思い込んでしまう、うん、また夫からもそう思い込まされてきてしまっている、うんうん、身体的暴力を伴わなくても無理な性行為の要求や屈辱を与える発言は DV に当たる、はい、うん、でこういうものが認められた時には、強制的に離婚が成立させられますということですね。で、まあ、最後ちょっとポイントがあったんですけどね、経済的困窮から犯罪に手を染めてしまう女性もいます、はい、っていうのも問題点として書かれてましたね、うんうん、まあ、この2人は違うんですけどね、経済的な、うん、まあ、経済的な困窮も多少はあったかもしれないですけれど、うん、ただお金を欲しさでやったわけではなくて、うん、まあ、旦那さんにやってこいと言われてやった、うんうん、ということで、うんうん、この自尊心が低いことで、うん、承認欲求をどこに求めるかっていう問題もあると思うんですけど、この承認欲求を満たしてくれる相手は他人ではなく自分でなければいけないですよね、うんうんうん、そうですね、うん、はい、うん、自分で自分を知ってその自分を満たしてあげられるのは、うん、多分他の誰でもない自分自身しかいないはずなんですよ、うん、この世の中、うんうん、他人はやっぱ他人だし、うん、他人が満たしてくれた承認欲求って目減りするの早くないですか。目減りするの早いのも当然そうですし、あの比較して幸せを得ようとすると、うん、上には上がいますから、うん、すぐ青い隣の芝生があちこちに見えてくるんですよね、うん、はい、なので、うん、そういうやり方はまあちょっと皆さん気をつけた方がいいかなって、みんなそういうふうに考えてるんですかね、やっぱり比較して俺は不幸だとか、うんうん、あいつはいいなみたいな、
感覚が自尊心の低さとか承認欲求につながるんですかね。誰かと比べられたことで傷ついたとかっていう経験はまあ誰しも一度や二度あると思うんですけれども、こう他人から与えられた承認ってまあさっき目減りするとも言いましたけど、与えられたら与えられるだけでっかくなっていく、ビーカーが大きくなっていく、なんかカモみたいな、カモの肝臓みたいな、どん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 肥大していくフォアグラの話ですね、フォアグラみたいにどんどん肥大していくから、やっぱりそれは自分で鍛える方向に、自尊心を鍛えるっていう、自尊筋っていうんですか、自尊筋あのそうですね、あの私あのラジオとかの実際のカウンセリングとかでもよく言うんですけど、あの人と比べて他人の芝生を羨んでいてもしょうがない話で、あの自分の中に、これある先生の受け売りなんですけどね、自分の中で幸せを定義しなさいっていうのをまずするんですよ。あの自分の中に、私はこういうふうにしてる時が幸せだ、こういうふうにしてたら私は楽しく生活していけるっていうのの定義ができていると、そこでもう満足できるんですよね。でそこで普通に幸せに生きていけるんですよね。だからまあそういうところに皆さん落ち着くといいなと思うんですけどね。だから経済的困窮から犯罪に手を染めるっていうのも、そういうのがあれば、私はこれだけできれば大丈夫、バラって幸せに生きてられるっていうのがあれば、そこにたどり着くのって多分そんなに難しくないと思うんですよ。でものすごくパワーも出ると思うんですね。でそこで他と比べて俺はもっともっとって欲しがらなければ、手を染める、犯罪に手を染めるほど不幸にはならないと思うんですけどね。それはきっと教育の段階でね、子供の頃の教育の段階で植え付けられる概念かもしれないですよね。成績表とか、ね、1番2番とか、でもそれはね、もちろん数字としての結果っていうのは見せてもいいと思うんですけど、その数字の結果を褒めるんじゃなくて、それを作った本人の素晴らしさを褒めてあげるっていうことにしないと、やっぱり上には上があるっていうと、そこにねだっちゃう気持ちも出ますしね。そうですね。でそれでやっていくと、仕事なんかもですね、それでずっとやっていくと、まあまあ私なんかもそうだったんですけど、嫌になるんですよ、いつか。嫌になるんですよ。頑張ってるのにもうこれ以上はいけないとかですね、絶対思い始めるんですよ。だから今そういうのとはもう全く違う世界に私は身を置いてますけど、ね、幸せを見つけてほしいなと思うんですけどね、自分の中に。まあ、このお二人どちらも離婚っていう道をね、選ばれたことは本当に良かったなって思いますよね。離婚ってネガティブなイメージが強いと思うけど、ね、始まりの始まりなので、これを機によしって思える、そんな強さを、ね、持ってもらえたら嬉しいですよね。ですね。で、欲を言えばこの男性側の方にも、そんなものを頼らなくてもいいような幸せな環境っていうのを、自分が満足できる環境っていうのをぜひ定義して手に入れてほしいなと思いますけどね。どうかな、どうかな、こういうパターンの人はな、って思っちゃうな。まあ再犯率が高い性犯罪ですからね。そうね。ちょっと私、まあここで締めてもいいんですけど、ここのところでですね、ちょっと聞こうかなと思ってたんですけど、あの AV でよくそのなんかハプニング系みたいな、あの女性をこうナンパしてこう落としていくようなスタイルのやつあるじゃないですか、マジックミラー号みたいな感じの、ああいうのでスタッフ側にいる女性っているじゃないですか。います。
その男性の応援をしていって、うん、手ほどきしていくような、そういうのもこういう感覚あるんですかね。どういうこと、どういうこと。お金が欲しいから本当は良くないことかもしれない、まあ、あれはフィクションだからいいんですけど、うん、はい、まあ、フィクションだからってことなんですかね。女性がいると、なんか女性がいるからその女の人も気を許して入ってきたみたいにリアリティが出るっていうことなんですかね、 AV の世界でも。ああ、それはあると思います。そっかそっか、やっぱり女性がいるとね、うん、あの場が柔らかくなるし、うんうんうん、なるほどな、うん、まあ、よくああいうことをやってる女性がいるなっていうのをいつもね感じるもんですから、うん、エロの世界で本当に生き残れるのは女性ですよね、うん、本当にそう思います。そうですね、男の人はね、はい、やっぱね、うん、ガラスのハートでね割れたら復旧できないんでね、戻ってこれないのよ、うん、女の人はね溶接できるの、ハートが溶接したところはねもっと固くなるの、なるほど、ね、生まれなくなるの、叩いても。なるほど ね、なんとかね男性も女性もちゃんと戻ってきてほしいなと思いますけどね。はい、はい、というところでまとめていただけますでしょうか。はい、なんかね DV の話から幸せを作るためにはみたいな、そんな話になりましたけれども、うん、やっぱり幸せって自分自身の心の中にしかね鍛え作れないものだと思うので、ぜひご自身の中で幸せジムというのを作っていただいて、そこで1週間に1回ぐらいでいいんで、そのジムの中で気持ちいいぐらい汗をかくというのをやってみたらいかがでしょうか。ちょっとわからないまとめになりました。以上です。はい、まあ、もう一度動画見返していただいてもいいですしね。はい、そうですね、はい、それではまた来週お会いしましょう。小室よりのネットでウィークエンダーでした。ありがとうございました。なんだ。